PEGI 3。こんにちは。ニュースーパーマリオブラザーズ U のディレクターを担当しました任天堂情報開発本部の竹本です。プランナーの今本です。プランナーのあすけです。本日はニューマリオ U について私たち開発スタッフ3人でご紹介したいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。1280×720 っていう今回の EU 用の、画面として見せてもらったけど、その時でもすごいもうくっきりしてはっきりしてて、僕も初めて見た時やっぱり色の違いとかね、もうそのキャラクターのくっきり感が全然違うなっていう印象がありましたね。あれ実は瞬きしてるんですけど、今回すごい分かりやすくなってるかなと思ったんですけど、Wii の時もしてた。実は Wii の時もしてて、デザイナーさんそんだけ作ってくれてたやなちょっとびっくりしました。今回、ね、例えばファイアボールとかアイスボールとか、あの後ろの壁とか地面とかに結構照り返しがつくようになって、マリオとかも実はファイアボールがこの辺りを通った時にこの辺りが熱くなってちょっと熱そうな感じで、うん、わあ避けなみたいな。星空の星のリフトとかね、すごく綺麗ですね。そうですね、星のリフトのところって結構夜空、あの星リフトのきらめきっていうのがすごい綺麗な感じにできたな。今回ワールドマップ全体がつながったやつにしたんですけど、スーパーマリオ初代のやつはまあコースを連続して遊ぶっていうのがあって、マリオ3になってそれぞれのワールドがマップ、まあスゴロクみたいな形ですけどマップにつながることによってなんかコースそれぞれに意味が出てきたような感じがしてすごく感動したんですけど、でそれがさらにスーパーファミコンのマリオワールドになってもう遊び全体が一つのつながったワールド内にあるという感じが、なんかこう物語の中に自分が入ってやり込んでるかのような感じがしたのはすごい感動してたんで、自分が受けた感動を絶対にゲームにしたいなと思って今回のつながったワールドマップにしたいというのは強く推して進めました。また途中歩いていくとピーチ城行くためのルートが上と下とあって、これワールドをどっちか選択できるってことですよね。途中にいろいろ敵がいたりとか、あとは仲間がいたりとか、アイテムが取れたりとか、ちょっとそういうところにも今回こだわってるところがあって、結構集大成な感じですよね今回のマップもね。そうですね、いろいろやりたいことをしっかりと入れたって感じですね。入れた感じですね。今回のマリオもまた新しいキャラクターとか新敵いっぱい出てきてると思うんですけど、今回ならではのマリオ飛ぶやつっていうのを作りたかったっていうのがあるんですよ。早速ちょっと見てみましょうか。はい、どんぐりなんですね。どんぐり、ムササビならどんぐりかな。なりましたね、ムササビマリオ。早速ちょっと飛んでみます。初心者の人でも結構簡単に飛べるようにっていうのでジャンプボタン押しっぱなしで滑空できるようにしました。今回あと途中でリモコンを振るとムササビジャンプっていうのはちょっと高くジャンプするやつが、お、高いとこ乗れましたね。これ嬉しいんですよね。あとちょっとっていう時に振ると高く飛べる。で失敗してもこうやってまた乗り直したり。Wii版のプロペラマリオとか結構振るので上がるっていうのがあって、あの気持ちよさっていうのは受け継ぎたいなと思ったんですよ、今回。あとムササビは壁にちょっとの間張り付くことができます。で今回ムササビマリオ、まあ、飛ぶんですけど味方だけじゃなくて敵もああいう感じで飛ぶやついます。ズングリっていう。ズングリですか。ズングリ、ズングリした感じ。ズングリした感じだからそのままなんですけど、ドングリ持ってるやつ倒すとドングリもらえるから、そうですね、ズングリからのドングリみたいな。ズングリからのドングリ。あと地味なんですけど実はこいつも新敵。クリボー。柿の形。柿の形、柿棒っていう。柿棒ですね、これ。柿棒。クリボーに何が違うのっていう感じなんですけど、実は結構用心深くて今見たら分かりますけど下向いて歩いてるんで落ちないんですよね。来ましたね、トッテン。トッテン今回結構新しい遊びの一つですよね。このキノピオから何かを盗み出してるってことですか。そうですね、盗んで逃げていくからマリオが取り返してあげるっていう遊びなんですけど、もともとあれですよ、トッテン、まあ、あの今回の遊びの中で結構異色のキャラではあるんですけど、ちょっと鬼ごっこ的な感じのことをしてみたかったっていうのがあって、マリオっていつも敵から逃げるっていうのが多いんですけど、
逆に追いかけてみんのってどうやろうなみたいなとこから始まったんですけど、マリオっぽくちゃんと走って逃げる敵を追いかけるっていうのをやってみたいなっていうので、マリオと同じ行動を取ってくれるんですごい追いかけがいがありますよね。これ結構細かく可愛いところが多いんです。ちょこちょこしてますよね。今回新キャラクターのチビヨッシーっているんですけど、あれの登場秘話とか。そうですね、 Wii 版って持つブロックが何種類かあったと思うんですけど、より一緒に旅をするとか、そういう感じのものってできないかなって思ったんですね。今回はチビヨッシーにその役割を持たせたら、ここではこのチビヨッシーを連れていけばいいっていう感じになるかなと思って入れたっていうところですね。キャラクターになって愛着も湧くし、連れてきたくなるし、それにあの変身と組み合わさって、そうですね、ムササビマリオでアワチビヨッシーとか持って飛びながら、さらにさらにアワにこう当たって上に上がるみたいなのができるんですよね。組み合わせ技もできて、すごい遊びが広がったなって遊んでて思いましたね。今回の Wii U の大きな特徴の一つとして Wii U ゲームパッドがあります。今回のマリオはテレビがなくてもこれだけでプレイできるんだよね。マリオってまあ今回の Wii U のマリオの売りも Wii 版もそうなんですけど、みんなで遊べるっていうのも一つの売りなんですけど、やっぱマリオって一人でもやり込みたい時ってありますよね、うん、あとリモコンで遊んでる時はいつもあのスピンする時にリモコンを一生懸命振るんですけれども、今回はあのボタンを R ボタンを押すだけでスピンがすることができて、そうですね、Wii U ゲームパッドでやるときにはそれなりの利点もありますね。今の話っていうのは一人でゲームパッドで遊べるよっていう話なんですけども、今回それだけじゃなくてバディープレイっていう2人以上で遊ぶときにマリオ以外の操作、キャラクターじゃない操作っていうのを入れました、Wii U になってゲームパッドっていうものができたんで、これは新しい遊びが追加できるんじゃないかなっていうのがきっかけです。では実際にプレイしてみましょうか。はい、タッチでブロック出すよ。はいはいはい、次右。こうやってタッチでブロックを出すことによってマリオが上に登っていけたりするんですよね。一人用だとなかなか行けないところも、バディのおかげで今ワンナップを取れました。簡単に上に行けますね。しかもトランプマークが消える前でに、タイミングよく乗るとコインが出てくると。そうですね、マリオが苦手な人でも遊んでもらいやすいように説明がいらないプレイというのを目指しました、落ちそうなとこもこうやってフォローするんで、このスターコインをよし、これどうやってパタパタ倒して今だ、はい、よし今、いいコンビ、はいはい、お最後、はい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 おはいおはいはい、上に飛びついて、オッケー、ナイスバディナイスバディ、ブロック出してすぐ乗ると僕のゲームパッドの画面の方に星がたまるんですね。よし10個たまりました。これでタッチすると、敵を倒せる。フィーバーモードって言われるやつです。これ今までタッチでは倒せなかった敵がタッチするだけで倒せるようになります。今回のマリオではあのミーバースにも対応してまして、基本的にはミーバースっていうのはまあ投稿するあのものなんですけれども、それをまあ自分からも促してあげようということで、こう例えばまあコースを何度もミスしたりすると、今の気持ちを投稿してみませんかっていうふうに投稿促し画面が出て、自分で投稿を促してくれるということをしています。マップ画面に戻るとその他の人の投稿が見れるんですよね。そうですね。でミスしてやられた後にマップ画面で見ると、あ同じとこでミスしたっていうのが分かって、そうそうそう、ちょっと共感得られて、あの安心しますね。ここで僕もやられたみたいなこと書いてあるとクリアした後でも結構あのつけるたびに今日はどんな投稿あるかなっていうので見ることができるんで、それ楽しんでほしいなと。そうですね、ストーリーモードに関してはやっぱりマリオの世界観っていうのは大事にしたかったので、ミーを出すっていうのはちょっと NG かなと思ったんで、ただまあミーが出てくること自体嬉しいので、ミーが出てくるモードをウィズミーモードっていうカテゴリーに分けて、あの3つのモードを使うことにしました。
いざやってみると2人とか3人とか4人とかで遊んでるとマリオと一緒に冒険してるような感じになって、うん、ますます嬉しくなる。そうですね。ミズミーモードは3つのモードがあって、お題モード、ブーストモード、コインバトルがあるんですけども、じゃあまず最初ブーストモードですね。あ、そうですね。ブーストモードは今作からの新モードで、規定のコース、まあ、今あるストーリーモードで使われているコースを、いかに早くクリアするかっていうのを競うタイムアタックモードですね。オートスクロールでどんどん画面が進んでいくんですけど、うん、コインを取れば取るほどオートスクロールのスピードが速くなるので早くゴールに行けるんですけど、どんどんその分難しくなるんですね。そうですね。ミスするとあれまたスピードがちょっと落ちたりするんで、うん、いかに最高スピード、マックススピードを維持するかっていうところがポイントなのかな。そうですよね。ミスしないように最後まで行くっていうのがすごくこう高揚しますよね。次はコインバトルですけど、B 版の時もコインバトルっていうモードはあったんですけれども、うん、今回はそれをさらに機能を拡大してパワーアップさせたモードが入ってます。例えばチーム戦とかですよね。上手い人1人と弱い人3人でチームを組んで、どれぐらいその上手い人に勝てるかっていうような、アスケさんを僕と岩本さんで倒すみたいな感じですね。あともう一個コインエディットっていう機能も、そうですね、今回ゲームパッドができたおかげでタッチでコインを、うん、実際にコインバトル専用コースは自分でコインを配置してそのコースでコインバトルをすることができるんで、例えば他の人に見られないようにこっそり作ってこのコースで勝負っていう、ちょっとまあ苦手な人がやってみるとか、そういう遊びができるようになってます、うん、スターコインも置けるんですよね。そうですね、スターコインも3枚なので、スターコインもわからないところに隠したりとか自分が得意なところに置いたりできますよね。お題モード、僕が小学生の頃マリオにすごい熱中してた頃の話になるんですけども、一通りマリオを遊び尽くして、その後自分で勝手にルールをつけて遊んでたんですね。例えばこのコースは全ての敵を倒してゴールポールまで行こうとか、コインを全部 取ってゴールまで行こうとか。DS とか Wii の時って僕コースを作成してたんですけど、その時も自分のコースを作りながら適当なルールを決めて遊んでみて、アスケさんにこれできるみたいな感じでちょっとチャレンジしてというで遊んでもらってましたよね。そうですね、竹本君がコースとルールと一緒に持ってきてこれチャレンジしてみって、そういう時から骨格みたいなのができてきたってことですね。なんかいつもと違うルールで遊んでみると、うん、結構面白さがまた違うものがあるなっていうのはその時から。今回 Wii U ではそれをゲーム内に実装して、うん、で実際にこちらから出したお題に対してみんなチャレンジしてもらって、それでできたら判定してもらうっていう、そういう遊びを入れました。で、今回一番いいかなと思ってるのが、自分でそのお題をクリアした時に後でそのクリアした自分のプレイがもう一回見れるんですね。で、これをこんなできたでって竹本くんに見せたりとか、岩本さんにこんなできるかって言って自慢したりできることがすごい証拠にもなりますしね。証拠なんですよ。ちなみにお題モード、どういうお題が好きですか？僕はコインを1枚も取らないってやつが、普通マリオってコインを取りながら進みましょうっていう感じがあるんですけど、あえてそのコインを取らないっていうのが、なんかコイン取りやすいように配置されてるものを取らないっていう遊びが、なんかすごくこう挑戦意欲をかきたてられるな。逆に難しいですからね。僕はやっぱり1アップですかね。1アップをやることによってストーリーモードで無限1アップとかができるようになって、そのストーリーモードも進みやすくなるっていうのはよくできてるなと思いますね。僕はやっぱりタイムアタックが好きですね。どん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 ストイックに自分の限界を目指すっていう遊びがすごい大好きです、うん、あとはファイアーボールを避け続けるとか、岩の上で耐え続けるとか、そういった特殊なお題もあって、お題モードたくさんお題あるんですけれども、優しいやつはワンナップをストーリーモードにも使えるような、うん、みんなができるようなお題から、あと難しいやつはもう超絶難しいやつがたくさんあって、超絶難しいですね。これはなかなか取れないですね、金メダル。僕は絶対取れないですね。ずっと開発を続けてた開発スタッフはもちろん、ゲームのテスターですね、できたゲームをずっと触り続けてる人たちも、うん、こんなんできるかって何度も投げ出すようなすごい難しいものまであって、本当にマリオがすごくうまいっていう人も楽しんでもらえると思います。バディープレイを使ったお題もありますよね。
2人の絆を確かめる台としてバディお題があります。バディプレイってもともと2人の信頼関係を使って頑張って遊ぼうっていうものなんですけど、それがお題になるとよりその信頼関係が試されるというか。信頼関係ってもう本当に仲が良くないとできないっていうようなお題もたくさんありますもんね。そうですね、うん、で一遍ちょっと早速2人の、じゃあ僕とアスケさんの絆を確かにやってもらおうか。ここで見せましょうか。見せますか、はい、じゃあやりましょう。やりましょう、はい、今からバディプレイ挑戦するのは、難易度が5段階あるうちの3段階目の難しさ、つらら洞窟空中移動やってみようかなと思います。竹本くんがプレイしてアスケくんがバディプレイをする。そうですね、はい、僕がバディの方担当いたします。2人の絆を見せていただきましょう。本気を見せましょうか、はい、はい、行きましょうか。金メダル取ろうと思ったら25カウント以内にクリアしないとダメですね。はい、結構厳しいんですけど頑張ります。はい、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 もう一回下、はい、ちょっと上、はい、よし、はい、飛んで、はい、あーもうちょっと、おー、はい、今の紫がちょっといらんのじゃないかな。じゃあ先々に出します。はい、おお、青いブロックはもうちょっと右の方が良かったな。左すぎるな。はい、ほいほいほい、お、いいですよ、ほい、いいですね、ほい、あれ、お、まだいける、まだいける、はい、はい、慌てない、慌てないで、ほい、ほい、ほい、慌てないで、もうちょい、もうちょい、今ナイスリカバリー。よし、次こそは行くぞ。はいはいはい、はい、次青いの、はい、次紫、はい、次赤、はい、はい、緑、いけてる、いけてる、行きました、行きました、よし、OK、よし、よし、マイス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 、よし、きた、よし、マイス、おーし、いけた、ナイス、ナイスバディ、ナイスバディ。まだまだ話足りないとこではあるんですけども、今回はこの辺りにしときたいと思いますので、最後にお二方から何か一言ずつお願いします。はい、今回のマリオでは Wii U ゲームパッドや Miiverse など、Wii U の特徴を最大限に利用した新しい試みをたくさんしていますので、ぜひ皆さん遊んでみてください。今回ストーリーモードと、あと With Me モードの3つのモードといったたくさんのモードが用意されています。で、初心者の方から上級者の方まで、で、一人で遊ぶ人もみんなで遊ぶ人もいろんな人も遊べるたくさんのモードが用意されていますので、どんな方も必ず楽しんでもらえると思いますので、ぜひ、いろんなモード遊んでいただけたらいいなと思っています。今作はマリオの魅力がいっぱいあります。特にバディープレイなどは実際に遊んでいただけたらなと思っています。最後までご覧いただいてありがとうございました。ありがとうございました。